がとうございます。電車紹介します。乗ってる自転車はサーリーのストラグラーです。4年か5年乗ってます。コンポーネントはティアグラ10速4700を使っています。コンポとしては STI はティアグラですけど、チェーニングフロントシングルでウルフトゥースに変えてます。 38T 後ろはちょっと特殊なんですけど、 GRX の812に切り替えてます。これ11速用の GRX なんですけど、まあ、ティアグラでもなんとか使えてるので、後ろのスプロケットが11の42の10速ですね。はい、でティアグラっていうこともあってブレーキはフロータックのワイヤー引きのフラットマウントじゃなくて、なんだっけ、まあいいや、使ってます。はい、ペダルは三ヶ島のオルウェイズっていう名前だったかな。ペダル使ってます。ハンドルはファルサの超幅広ハンドルを使ってます。はい、パウチッパー、フレアがかなりきついタイプのやつ使ってます。幅広なので、まあ、普段はこの日東のラックに大きいキャリアをつけて、で、まあ、ゴムバウムで止めて使ってますけど、今日はただただ走りに来てるのでカゴを家に置いてきました。ホイールはアブブバイクストアさんのリキッドホイールワークスのホイール使っています。ですね、はい、あとタイヤかなり使い込んじゃいましたけど、パナレーサーのグラベルキング、ストラグラー 27.5 の 1.9 が今ギリギリ入ってるっていう感じです。このクリアランスはこんな感じ、こっち側のクリアランスが本当に数ミリしかない。こちらも本当にギリギリです。どこですかね、あのシートポスト、シートポストはサスペンションシートポストを導入してみました。これにクッションでこうしなるようになってるんですけど、まあ、結構サドルの高さ調節するのが面倒くさいですね。こう乗る時の状況によってペダリングの雰囲気が変わっちゃうので、結局あんまりしならないようにしちゃってます。4年ぐらい乗って一通りまた仕様が変わったので、今日は僕のストラグラー紹介しました。